久保建英、セリエ A 王者ナポリが関心イタリア史著しく進化する余地を残している。今日のガゼッタの記事でナポリはマジで久保を取りに来るとか出てるらしいよ。久保がスペインから出てまでナポリに行くメリットはないな。マドリーもプレミアも活躍してればおのずと開けてくるし焦る必要はない。20億とか絶対無理、最低3倍は積んでからテーブルにつけ。久保とソシエダは相思相愛だからな。そもそも久保側はナポリ含めこの夏の全てのオファーは断ってると報道されてるんだよな。記者の話だとマドリー、ナポリ、プレミアからの接触はあったっぽいけど断ってソシエダで CL 戦いたいんだからかっけーじゃん。ガンインは PSG からオファーあったけど、久保は確かなナポリだけか。ナポリの新指揮官のユディガルシアが久保のことを熱望してるみたいだが久保がナポリに行くメリットなんてほぼないんだわ。それな。ナポリなんてまぐれで優勝しただけだし、これじゃあミランに行くかまたにはトップ下、IH では勝てないな。